こんなはずではなかったのに。みんな辞めてしまったので、怖い怖いと思ってた子はもう夜逃げされてしまったので、その時はさすがにもうちょっと自己破産して辞めようかなとかもずっと思いました。さびれてしまった奈良の花街を守ろうと芸妓や舞妓を育ててきたお茶屋の女将。しかし今残った者は一人もいない。意を決して打った次の一手。新たな人材としてお上が集めたのは、普段はタレントとして活動。ネットの世界で情報を発信。今日のご飯はさば味噌に美味しそうです。本業を生かしながら新たなスタイルで働く花街の芸妓。多分同じ花街をしてはる方たちにとっては何をするんやまたって思われるかとは思ってます。ただ私がしなあかんのはこの岩林が栄えることなんで。崖っぷちに立たされたお茶屋のおかみ。奈良の花街の文化を守るため伝統を破り作り変えるその一手を覗き見覗き見。奈良にある花街岩林町。ここに唯一残るお茶屋鶴屋。去年12月、ある女性たちがやってきた。おはようございます。おはようございます。迎えるのは鶴屋の女将菊野。この日から彼女たちは菊野による新たなプロジェクトに参加するんだけど、現在はアナウンス活動をしつつタレントをしております。インフルエンサーの活動とかが主に多くて、病院でソーシャルワーカーをしてます。菊野が育てようとしているのはこれまでの舞妓や芸妓ではない。他の仕事と兼業で花街で働く芸妓、その呼び名はことかだ。その日本の伝統とか文化っていうのも学べるし、見る側じゃなくてやる側にもうなれるんやっていうのがチャレンジしたいなって。常に芸を磨き座敷を務めるのが花街で生きる女性の務め。伝統を捨てる新たな育成制度には菊野の覚悟が込められている。昭和初期には200人を超える芸舞妓でにぎわった岩林町。しかし時代とともに徐々に衰退し、芸妓は菊野だけになってしまった。菊野は鶴屋を株式会社にし、舞妓や芸妓を社員として雇用、給料制で生活を保障した。いただきます。いただきます。これが功を奏し、芸舞妓の希望者が増え明かりが見え始めた時期もあった。しかしコロナ禍で営業自粛、将来に不安を覚えた芸舞妓たちは菊野の元から去っていった。コロナもあって、一つの職業だけで食べていくのってやはりそれも難しいですし、兼業でもいいのではないかという。新しく改革を起こさないと、もうそんなのんびりしてる間はないと思うので。
新たな世界で仕事がしたいと30人から応募があり、選んだのは3人。やりたいこと、いい感じです。ありがとうございます。写真ばかり撮って緊張感がないようなんだけど。菊野が採用の条件にしたのは、SNS で10万人以上のフォロワーがいること。閉鎖的とも言われる加害だが、古き良き文化の発信を期待していた。もともと PR 体質とかしてて発信するのが好きなので、マッチするなっていうので応募させていただきました。いろんな世界の人たちに言ってもらったら、それがだんだん広がって、もっと加害芸妓さん、舞妓さんたちに興味を持ってくれる人が増えるかなと。兼業とはいえ、恥ずかしくない所作と芸を身につけさせなければお座敷にあげることはできない。1つ2つ3つと、こっちの左手の肩が下りたらいいですね。はい。本業の仕事に負担をかけないために、揃って稽古をするのは月に1回だけと決めた。めちゃめちゃ初歩的なとこなんですけど、はい、挨拶の時のこれの、はい、なんか体の形、手で三角を作るように、でこの三角のところにおでこを入れる気持ちで、グーグー、ひいき筋に琴花を披露する見せ出しは半年後。次の稽古までそれぞれ撮影した動画を見ながら練習することになった。じゃあまず一人踊ってもらうがテストです。はい、覚えてるか。はい。稽古を始めて3ヶ月、踊りの一つぐらいはマスターしていてほしいところなんだけど。生活を共にして芸をみっちりと教え込むのが加害の習わし。しかし3人は兼業で、振りを覚えさせるだけで時間がかかる。覚悟はしていたものの、不安は膨らむばかり。はい。皆さんお稽古って家でやっています？6月がお見せ出しですね、はい、かなりのスピードで皆さん覚えていかないといけないです、はい、はい、ということを頭に入れてやっていきましょう。はい、はい、全然足らないですね。何が足らんのでしょう。本人たちの稽古不足もあるし、これもダメあれもダメというのはもう数えたらキリがないほどあるんですが、優しい目で見ないと無理なんだろうなと思ってます。時代もありますし。とはいうものの、ちょっとイラッとしてありましたもんね。そうですね。菊野は15歳の時、岩林院長で舞妓としてデビュー。鶴屋は今は亡きおばから受け継いだ。私が若い頃、舞妓さんの格好で歩いてたら、奈良に舞妓さんがいるはずはないという
ことで、京都から来てんねんなっていうのは歩いてても言われてたので、もうそれがずっと苦痛やったんです。奈良に加害があるのに。ガンリーンに生きて36年、最後の一人になっても加害を守り、かつてのにぎわいを取り戻そうという気持ちに変わりはない。首も隠れた時に、そう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 。しかし育て方も働き方も違い、これまでの舞妓でも芸妓でもないことか、奈良の観光業を支えている人たちに受け入れられるのだろうか。これなんですけども、はい、今回新しく琴香さんというチームというか、琴香さんプロジェクト、はい、舞妓さん芸妓さんではちょっとなんて言うんでしょうかね、修行も足りてないし、うん、まあ、そこまでは行ってないんですけど、他の職業と兼業してっていうような、うん、首引きのね、はい、ハードルをちょっと低くしはったんだ、はい、人と人とが接するっていうところのコンテンツが足りてへんのかなっていうことはめっちゃ身に染みながら思っているので、まあでも新しい形でね、なんかこうおもてなししてくださる人材が増えるっていうことにちょっとこう可能性と希望を今は感じましたけども、はい。これでもある意味面白いよな、取り組みとしては。なかなかこれ一本でいきなり就職してやろうかって、そうはお尻上がらんわな、はい、で面白いな、うん、なんかまた連携できるじゃん。おおむね好意的なようね。あとは琴香3人の見せ出しを無事に終わらせれば希望も見えてくる。迎えた見せ出しの日。50人を超えるひいき筋が駆けつけた会場で、それぞれ稽古を重ねた踊りを披露した。3人はこの日から一人前の証であるお上菊野から与えられた源氏名で巌離院を支えていく。プロジェクト自体が二足のわらじっていうところだったんですけど、これからはそういうあり方が必要だよねって、だから応援してるよって、頑張ってねって言ってくれはったのが、あ、すごい間違ってなかったやな、よかったなと思って頑張ろうと思いました。声かけてもらうたびに、なんか責任の重さじゃないんですけど、どんどんいろいろ感じていくものはあるので、覚悟も決まってきましたし、ことかとして奈良町を盛り上げていけたらいいなっていうふうに改めて思いました。はい、今も結構何言われてるのかなとは常にちょっとヒヤヒヤはしてますけども、ここの町を残していかなあかんというのが私の使命でもありますので、もうこのまま突っ走っていきます。加害の華やぐ文化を再び、覚悟を決めた女性は強い。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネットで